皆さんこんにちは。今回は久しぶりに黒プー友達の花源ママとしつけ教室の林先生と愛知県春日井市にあるドッグカフェウィズアスマイルさんにお食事会に行ってきました。とっても楽しくてとっても勉強になるお食事会。今回も後半に出てくる林先生のお話、ワンちゃんを飼われてる方には必見ですよ。ぜひ最後までご覧くださいね。もうベイちゃん待ちきれません。まだかな、まだかなって探してます。ごめんごめん、びっくりした、びっくりしたって。ママびっくりしたね。まだお前だから。来るでしょ、来るでしょ。あお前は面白い面白い。ねえねえ、こまちゃんこまちゃん、おもくんすげえ困っとるよ、うん、ね、すげえ困っとる、ね、お前ほんとマジでぶっ殺すって言うな、ちょっと楽しいね、楽しい、ベリーちゃん、うん、本当大変じゃない、うん、いやいや、楽しみだったね。本当、うん、楽しみだったんだよ、すごく。やっちゃんだけだっけ。やっちゃん楽しい。いや、ベリーも絶対楽しいと思うよ。本当、うん、それにママが好きなの？そうでもないけど、全然違う。ボタン早く買って。ちょっとボタンというのはこれ、犬とコミュニケーションができるおもちゃ。こんな面白い商品があることを先生に教えてもらったんです。衝撃の事実。衝撃の事実がわかるね、これで。そうそう。教えれば。ね、パパ好き、ね、イエスで、ママ好きノーって言ったらやだ。はい、失礼します。ありがとうございます。ベリのじゃない、ベリのじゃない。ベリ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 食べて。ママちゃんいらないじゃん。私のこの人も出して。ベリーね、私の作ったササミ。そう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 。ユウちゃんが作ったササミしか食べない。これあのいらない。嘘。本当。やだー。あ、ありがとうございます。嬉しいでしょ。ありがとう。ササミ。うんうん。おいしいの来たよ。あ、食べるよ。ちゃんと自分の味みたいな。そうね、ほら愛犬から目を離さない。何食べた？うん、ハンバーガー。ハンバーガー美味しかった。なんか見てなさいよ。ダメ、ね、みんな作ってるね。こらちょっと、明日代汚い言葉使わないよね。先生のせいです。いいよね。ベイちゃん、ベイちゃん、ちょっと頼むわ。楽しむのいいの、ね、あ、ちゃんと乗ってくれるの。そんなくっつきたいの、ね、それにママにくっつきたいの、ね、言ったら、ベリー言ったれ、ね、そんなことねえぞって。そんなことねえぞって言ったの、ベリーちゃん。ママがそういうの好きなの。え、それどこなの。ちょっと先生目ずらしとくよ。じゃあ何やんか。飼い主が死んでも来てくれるぐらいの悲しい。あ、そうなの。死んだって平気だよっていうぐらい。ベリーはちょっとの留守番でストレスで体調不良を起こしてるからね。やっぱりね、肉は確かにいいんだけど、やっぱりお魚で取れる栄養素の方がすごく結構大事なとこあるよって。でもやっぱタンパク質のこと考えるとさ、肉がいいよね。だけど意外とそのなんだろう、成分化って言ってその体に吸収されるやつは魚の方が肉より多いんだって、タンパク質。そうなの、うん、私週に1回は魚でした、うん、へぇ。 100% のタンパク質が取れるのはなんだ、皆さんの冷蔵庫にあるものです。卵。正解。へぇ、そうだから昨日雑炊なの。卵いいんだ、ゆで卵もいいし、別にその殻ごと食べるからそれでもいいし。うずら、あ、そう、この子たちぐらいの体重だと、あ、そうだな、ベリちゃんはちょっとあれかな。体重が5キロぐらいまでだったら M サイズ1個ぐらいでもいいんだけど、このぐらいの2キロとかになると M が大きい子と思うんだったら、そう、うずらをパチッとフードに割ってあげて生でもいいし、軽くチンしてちょっと火通してあげてもいい。あ、そうなんだ。でもし湯がくスクランブルエッグだったら油引かずにパパパパってスクランブルエッグにしてポンと、それが一番体に 100% 入るタンパク質だって。あ、そうなんだ。あ、卵って人間にもそうだけど、だからボディービルダーとか生で何個も飲むじゃん、うーん、タンパク質。でも殻もあげてる、隙間に栄養があるのかな。けど私はちょっとさすがにそれあげてないけど、胃に突き刺さりそうな感じがする。いや、そんなそんな暗い。
ねえ、もう考えて考えて、どんな弱い胃の皮してる卵に破られるぐらいの皮だったら、もうこのアキレスとか飲んだらビシャーって、ベリのまま大丈夫かねえ、ベリのまま大丈夫か、ちょっとした骨が卵がいいって聞いたから、なんかボーってベリちゃんいるんです。今日からベリーのご飯は卵です。で殻持ってポンって一個置いて食べてみて。コロ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 コしながら。こんばんは。マジで割れて終わり。でも人間でも生で飲めない人は飲めないでしょ。いやだ、いやだ、だそんなさ思いしてまではいいよね。グッバイ。グッバイ。かわいい。グッバイ。かわいい。グッバイ。グッバイだってベちゃん。いや、やっぱり手作りが好きだね、こうやって見ると愛情が伝わってるじゃない、うん、愛情というスパイスが入ってるからね、うるさいよ、大丈夫ではここで愛情というスパイスを入れてます。何それ、何それ、箱乗りボーイにはもらえないよ、箱乗りボーイ座って、コマピグッドグッド、いい子ね、名前が変わりますね、コマピコマピー、コマタン、コマピー、なんでもあるコマピー、ゴマ好きなの、ゴマ好きなの、眠れリラックスコースですごい、効いてる、眠れこれでカチカチも取れるといいね、はい、寝たでね、何、アゴスケとるの、寝とるの、コマピー、ね、寝るのさあ、ワンちゃん4人で撮影するよ、ベストショット撮れるかな、ベリー、お座りは、皆さんの撮影風景でございます、撮影をして短くなります、いい子ね、いい子ね、そうそうそう、はい、いい子、グーベリーグー、スーパースーパー、ちょっと、ね、かわいい、いや、かわいいかわいいね、よし、行く散歩、イエーイよし、食べるよ、おやつです、いい子、座り、グッド、ナイス、あ、危ない危ない危ない、座れ、ゲンちゃん、ゲン何言っとるお座り、いい子、まだよ、ゲンちゃん、ゲンちゃん、ゲンそうにしない、ゲン見てちゃんと、ゲン見て、ゲンちゃん、ゲンさん、見てる、ベリーとオモはもうすごく迷惑な顔して一周目取れ、なかなか。コマ、コマちゃんお座り。コマ、お座りして。いい子。いい子。ナイス。あ、いいよ、いいよ、いいよ。ナイス。よし。いかがでしたか？久しぶりのお食事会でしたが、本当に笑いっぱなしの楽しい時間でした。みんな何よりワンコファースト。そんなところが大好きなんです。ワンちゃんの表情を見れば一目瞭然ですよね。お互い生活スタイルが変わってなかなか会えないけど、また会えるといいね。今日は楽しい時間をありがとう。